こんにちは、しちょいどうも、キヌガツカナトです。よいしょ。新しい編集マンが加わりました。はい。皆さんはね、うすうすお気づきかと思うんですけども、週3本上げているうち、1本2本はですね、新しい編集マンの方が編集してくださっております。はい。で、こちらの方がですね、まあ、ゆうきくんという男性の方で、まあ、あまりにも、細かくですね、繊細な編集なので、もしかしたら女の子が編集してるんじゃないのっていう風に思われた方もおられるかもしれないんですけども、男性の方が、編集してくださっています。で、まあ、このゆうきくんなんですけども、まあ、DM、インスタグラムの DM で、ぜひ、僕の動画を見て、いいなと思ったから、編集させてほしいっていう風に、お声掛けをいただきまして、で、まあ、僕自身は、やっぱり収益化は一人で絶対にしたいっていう風に思ってたので、誰の手も借りずに、自分一人で、撮影、企画、編集やって、まあ中にはね、友達にカメラ持ってもらったり、出てもらったり、こんな企画いいんじゃないのっていう言葉もあって、それらを吸収して動画に出すこともあったんですけども、まあ基本的に一人で、ワンマンで YouTube やってきました。で、この度ですね、収益化が確定したということで、今までもですね、いろんな方から編集させてほしいっていう DM ありがたいことにいただいていたんですけども、そのまあ、ゆうきくんの、熱意ですよね。僕の動画を見て、面白いなと思ったとか、僕の動画をまあ、感想をですね、長文で送っていただいたので、その熱意を感じたので、じゃあ、一回ちょっと動画送るので、それ編集してみてくださいって言って、一番初めにですね、編集していただいたのが、この、マッチングアプリタップルであった無口な女というもので、でこちらもですね好評で再生回数も2000回近くいきまして、 TikTok の方でも何万やろ数万再生いってて、まあ、編集力も申し分ないし人間力もね高いし、でやっぱりね僕がすごい心配してた意識が高くてですね、自分に僕についてこれる人ってあんまりいないんですよ。グループ YouTube やっても僕にはついてこれないとは言われないですけど、やっぱり熱意に差があって、まあ、一人でやっていった方がどんどん上に行けるわっていう風に思って、まあ、グループやめようって思ったりとか、まあ、そういった理由もあって、まあ、一人でやってきたんですけども、まあ、このゆうきくんに関してはなんですけども、すごい高い意識を持っていつだって妥協せずにハイクオリティなクオリティの高い動画をこうやって提供してくださって、この動画もゆうきくんが編集してくれてると思うんですけども、まあ、僕みたいなポンコツ編集ではなくて、やはりゆうきくんも働いている中でもこうやって時間を割いて僕の動画を編集してくれてるっていうのは、すごいありがたいなと思いますし、声をかけてくださって本当にありがとうございます。でゆきくんのすごいところがですね、動画のですね、クオリティですよね。僕すごい面白いなと思ってて、なんかツッコミとかもねどんどん入れてって言ったら、そのツッコミのセンスもねすごい良くて、で例えば僕がねわざわざ言葉に発してないところですよねを、まあ、意訳というかその鍵括弧の中でこう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 で僕の発言みたいな感じでかなり完璧に読み取ってくれてるし、僕の悪い滑舌もですねしっかり聞き取ってね、多分おそらくね何言ってんだろうと思ってることあると思うんですけど、何回も何回もおそらく聞き返してそれをテロップに上げてくれたりとかしてて、賢い人なんだなっていうのと笑いのセンスが高いなっていう風に思ってます。まあ本人にはねあんまこの話したことないんですけど、本当にね面白いなと思ってるので、いつもありがとうございます。はい。でまあゆうきくんっていうのはね、こうやって編集を副業としてか、まあ将来的には本業としてやっていきたいのかなっていうふうに思うので、インスタグラムと X ですね、概要欄の方に URL 貼っているので、そちらの方ですね確認してご覧いただいて、ぜひもしこの動画を見ておられる動画クリエイターさんとかですね、まあ気になったらぜひご連絡していただければなというふうに思います。でまあここからはですね、このゆうきくんと僕が目指す目標なんですけども、まあ何回かですね電話させてもらっていろいろ自分の考えとか、ゆうきくんの思いとかねすり合わせていったんですけども、やはりまあゴールとして有名になるっていうところは変わらないんですよね。やっぱり僕が例えば極端な話ね、ヒカキンさんとかはじめ社長ぐらいね極論有名になったとして、じゃあこの編集誰がやってんのってなった時に、ゆうきくんっていう敏腕編集マンがやってるってなったら、私もやってほしいって当たり前になるじゃないですか。やっぱり僕は一人だけ売れても有名になってもしょうがないし、自分に
こうやって加担してくれたりとか協力してくれるゆうきくんだけじゃなくて、友達だったりとか、そういった人たちも巻き込んで全員で有名になりたい。これは芸能界で僕が売れたら、周りの後輩とかを友情出演とかで出したいとか、そういう風にも昔からそういう風な考えで、やってきているので、何も自分だけが有名になって活躍したいんじゃなくて、自分の周りにいる人間も、もろとも有名になりたい方がいたら、それを引っ張り上げて一緒に有名になって、このメディアを盛り上げていきたいなっていう風な考えがあるので、こうやって一緒に手を取り合って有名になる、で表舞台に出る仕事とか、そういう動画編集とか、そういうのだけでも食っていけるような生活ができるように目標を掲げて一緒にやっていこうねっていうお話をしました。でまあゆうきくんとはね、まだお会いしたことがなくてですね、年齢と名前と顔しかわからなくて、でどこに住んでるのかもいまいちわかってないんですけども、いつか、一緒にご飯食べたいなというふうに思ってますし、でもゆうきくん自身は、動画には、出れないのか出たくないのかなので、声だけやったらいけるのかな、わかんないんですけども、そのうち、ゆうきくんにも一緒にこの動画にですね、キヌガサカナットチャンネルに出てもらって、でその動画を編集してもらってっていうふうなね、未来が見えたらすごい楽しみだなというふうに思います。やはり誰かに頼ってとかですね、やっていくっていうのは僕自身すごい不安で、また今までみたいに、僕のやる気とかが先行してそれについて来れない状況を見て、この人大丈夫かなとか、同じような熱量とか意識を持った人じゃなかったらいいものって生まれないと思うので、いやいややるようなもんじゃないと思うので、すごい不安だなと思ってたんですけど、まあ、やっぱりゆうきくんとまあ話していくうちに、まあ、この人は半端もんじゃないというか、僕と同じぐらい、意志とかぶれないものがあって本当に上に登っていきたいんだろうなというふうに感じたので、こうやって動画も撮ってますし、定期的に宣伝もさせていただこうと思いますし、ゆうきくんが編集した動画の時は毎回動画のね概要欄にゆうきくんの SNS の URL も載っけようと思いますし、今はまだまだね申し訳ないことに知名度もそんなにないんですけど、2人で一緒に駆け上がっていってですね、有名になってゆうきくんの方にも注目を浴びさせるように僕も、努力します。まあ近い将来、まあ遠い将来にはしたくない、近い将来にはですね、この YouTube で得たお金で、2人で、いい飯食って酒でも飲みましょう。はい、本当にまだまだ過ぎるんですけども、でもこうやって応援してくれたりとか、力になってくれたり協力してくれたりする、仲間や視聴者の皆さんがいるから、こうやって今も YouTube を続けることができています。なのでですね、これからも、僕の動画、そしてゆきくんの編集にも注目して、こういう編集見てみたいっていう要望があったら僕の動画のコメント欄にも書いていただいてですね、もちろん編集だけじゃなくて企画とかですね、そういう案もあったら、皆さんと一緒にいい動画を作って上り詰めたいなというふうに思いますので、ご協力よろしくお願いします。そしたらね、本当に、僕もね、まあ、コメントいただいてる方みんな覚えてますので、どっかで一緒に会ってなんかいい動画作ったりとか、動画じゃなくても、まあ、ご飯ご馳走したりとか、まあ、いろんなことしたいなと思いますので、ぜひぜひよろしくお願いします。はい、ではですね、まだチャンネル登録されていない方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。